パリ五輪に出場するなでしこジャパン、日本女子代表は7月14日、ANA2024 オリンピック出発イベントを行った後、羽田空港からフランスへ出発した。チームの中心選手である MF 長谷川優衣もセレモニーに登壇した中、同席したバレーボール日本代表の選手たちに対し、目をパチクリさせながら見上げる様子が見られた。写真、身長差50センチ。 なでしこ選手とバレーボール日本代表が並んだワンショット羽田空港で行われた出発セレモニーでは、なでしこジャパンという23男子日本代表とともに、バレーボール日本代表の面々も参加した。先になでしこジャパンのメンバーが定位置についた後、続々とバレーボール日本代表のメンバーが登壇。身長2メートルを超える選手も多く、 生揃いで登壇する姿を長谷川は目を丸くしながら眺め、同僚と顔を見合わせていた。身長差50センチ、なでしこ選手とバレーボール日本代表が並んだワンショット、写真上福達也。長谷川の身長は157センチと公表されているが、バレーボール日本代表の中には207センチの選手もおり、その身長差は50センチにも及ぶ。 サッカーではそう多目にかかれない体格の選手たちがずらりと並び、その迫力に長谷川も少し圧倒されたのかもしれない。